イルゼ・デランゲは、オランダ人の歌手、シンガーソングライター。オランダとヨーロッパでの歌手活動、ユーロビジョン・ソング・コンテスト2014で2位を獲得した、バンド・ザ・コモン・リネックスの活動でも知られる。1977年5月13日に、オランダ・オーファー・アイセル州のアルメロで生まれた。彼女は、リップシンク歌手として8歳でキャリアをスタートさせ、いくつかのコンテストで優勝っていた。 オランダのテレビ局が集まる街として、有名なヒルフェルスムでのタレントショーで、ライブ活動を始めると、より大きな注目を集め、全国テレビで、いくつかのライブパフォーマンスをするようになった。その時に、ギタリストのヨプバン・リーフランドとデュオを組み、カントリーミュージックを紹介する活動をしていた。1994年に、オランダのカントリーミュージックアワードに出演し、 一定の評価を得たにもかかわらず、歌手デビューの兆しが見えなかった。その後、ワーナーミュージックの代表と連絡を取るようになるが、契約までに数年の交渉が必要となった。同年、オランダのアイントホーフェン市で開催された、ザンフェスティバルでアオンベ県伝に参加し、トリー・シャイアウッドの曲でコンテストを優勝、レコーディングの機会を得た。1996年は、 オランダのレコード会社 BMI Music の A&R マネージャーであるヘンク、ヤンス・スミッツの手により、ポップグループバイオを結成、シングル、でオールオーク・ミジマクトをリリースしたものの、シングルはチャートインせずに終わった。1998-1999、ワールド・オブ・ハートとディアー・ジョン1998年に彼女は、米国のナッシュビルに向かい、 トッププロデューサーのバリー・ベケットと共にデビューアルバムのワールド・オブ・ハートを制作した。カントリー・ミュージックの首都で録音された本作はオランダで話題になり、デビューシングルアイ・アイム・ノット・ソタフはオランダシングルチャートで35位を記録し、アルバムはプラチナ認定を受け、1999年に TMF アワードとエジソンアワードを受賞した。しかし、次のセカンドシングルは、 チャートインしなかった。タバコ会社マルボロはプロモーションマルボロフラッシュバックスのため、彼女にお気に入りのアーティストをカバーするように依頼し、結果、ジョン・ハイアットのカバーライブアルバム、ディアージョンをリリース、オランダでプラチナ認定を受けた。2002年にリビン・オン・ラブと披露2000年10月にニューアルバムの最初のシングル、リビン・オン・ラブがリリースされ、 ダッチトップ40の37位を記録。11月、ポップ、ロックに傾いて2枚目のアルバム、リビン、オンラブがリリースされた。アルバムにはかなりのプロモーションがありましたが、5位を記録し、プラチナ認定を受けたが、ワールド・オブ・ハートほどの売り上げはなかった。またセカンドシングルのアイスキル・クラインはチャートインしなかった。2001年には本作のツアーを行った。 ワーナーミュージックは、ワールド・オブ・ハートのアメリカでのリリースと宣伝を予定し、イルゼもそれを期待していたものの、アルバムは未知の理由でリリースされなかった。これらのビジネス上の問題と思いツアースケジュールのため、イルゼは消耗し、パラディソでのパフォーマンス中に発生不良を経験し、パフォーマンスを継続できないことをファンに感情的に伝えること等が起きた。医者は、 彼女が数週間休養するようアドバイスをした。2003、クリーンアップの成功と人気加工2002年、イルゼはパートナーである自身のバンドドラマーバート・バーグソンと9ヶ月間アメリカに行き新しいアルバム制作に取り組んだ。本作全体の作詞作曲を担当し、2003年4月3番目のスタジオアルバムであるクリーンアップをリリースした。リビン オンラブで実験した、ポップ、ロックサウンドが取り入れられた本作は、アルバムチャートで1位を記録し、ゴールド認定された。しかし、ファーストシングル、No Reason to Be E Shy は、商業的も失敗し、レコード会社はこれ以上シングルをリリースせず、コンピレーションアルバムに焦点を当てることにしたが、同年の10月に、Here, I Am がリリース。しかし、本作の2つのシングルも、 商業的な失敗となった。2004-2007、新しいレコード会社と、ザ・グレート・エスケープ2004年の初め、レコード会社ワーナー・ミュージックのオランダ部署が解散、彼女は、レコード契約を失う。しかし、数ヶ月後、彼女は、イタリアの歌手、ズッケロとのコラボレーション曲、ブルーをリリースし、オランダで23位を記録した。2005年の終わり、アルバムリリースも、 新たなレコード会社との契約せずにツアーを行うも、コンサートはすべて売り切れた。彼女は、ユニバーサル・ミュージックと契約し、プロデューサーのパトリック・レナードと新しいアルバムの制作を開始した。彼女の新レーベルでの最初のリリースは、シングル、ザ・グレート・エスケープで11位を記録し、4番目のアルバム、ザ・グレート・エスケープは2006年6月16日に、 リリースされ、一週間でゴールド認定、数ヶ月後にプラチナ認定を受けた。9月に2枚目のシングル、ザ・ロンリー・ワンがリリースされ、シングルトップ100で12位になった。3番目のシングル、アイ・ラブ・ユーは2007年2月にリリースされ、23位を記録した本曲は、オランダの映画、スチール・マグノリアスのサウンドトラックに収録された。次に、リーチ・フォー・ザ・ライトを、 プロモーションシングルとしてリリースし、51位を記録した。2007年10月には、ライブアルバム、ライブをリリースした。イルザ・デレン・ジアット・パーク・パープ・イン2006-2008-2010、インクレディブルと、ネクスト・ツーメイ・ピー2008年、彼女はイギリスに行き、ジェームズ・モリソンのデビューアルバムで作業していた、同じソングライターと一緒に制作を始めた。 スウェーデンのイエーテボリでレコーディングした新アルバムインクレディブルは2008年10月17日にリリースされ最終的にプラチナ認定を受けた最初のシングルソインクレディブルは6位を記録し次のシングルミラクルは自身最大のヒットとなりオランダで1位を獲得したオランダ映画ブライドフライトのタイトルトラックとして書かれたサードシングルパズル目は5位 ラジオシングル、We Are All Right は21位を記録した。その後、ライブアルバムをリリース後、シングル、NEXT 2目は2010年7月にリリースされ、9位を記録。その後、8曲入り EP の NEXT 2目 EP は2010年8月27日にリリースされた。2番目のシングル、Beautiful Distraction は18位、3番目のシングル、 カルーセルは32位を記録し、EP は、プラチナ認定を受けた。2011-2012、ドーラブ・ニルベの延期と、アイ・オブ・ザ・ハリテイ2011年11月、新しいシングル、ドーラブ・ニルベをリリースした。この曲は、オランダのラジオ局 3FM が、毎年開催する、大きなチャリティーイベントである、シリアス・リクエスト2011のテーマ曲であった。しかし、 シングルのプロモーション中、父親が富士の病にかかっていると聞き、彼女はすぐにあらゆる種類のプロモーションを中止し、アルバム、ドーラブにルベの録音を延期した。その後、プロモーションがないまま発売されたが14位を記録した。父が亡くなった翌日、2012年1月10日、彼女は2007年のライブアルバム収録の、ヤングユーのアコースティックバージョンをツイッターに投稿した。 2012年の後半に次のアルバムのレコーディングを開始した。ドーラブ・ニルベは制作を取りやめたが将来的にリリースされる可能性については排除していない。2012年6月シングルハリケーンがリリースされ23位を記録した。7枚目のアルバムアイオブザハリケーンは2012年9月14日にリリースされわずか数週間で プラチナ認定を受けた。セカンドシングル、ウィンター・オブ・ラブは20位に、サードシングル、ウィー・アー・ワンは33位になりました。イル・ザ・デレンジ・アット・ザ・ジア・バルタ、クロス・フェスティバル2011-2013現在、ザ・ボイス・オブ・ホラント、ザ・コモン・リネッツそして、ナッシュビル2013年、ニック・サイモンと交代で、ザ・ボイス・オブ・ホラント第4シーズンに、マルコ・ボルサとトレンチ・スター・ハウス、 アリビー、ルル・バン・ベルゼンと交代共にコーチとして参加した。その後、2枚目のベストアルバム、アフター・ザ・ハリケーンをリリースした。シングル、ブルー・ビター・スウィートは、オランダ映画、ヘッド・ディナーのサウンドトラックとして制作され、8位を記録した。デンマークのコペンハーゲンで開催された、ユーロビジアン・ソング・コンテスト2014で、カシュウェーロンと共にザ・コモン・リネッツを結成し、 オランダ代表として参加した。彼らは優勝したオーストリアのコンチタブルストに続き2位となった。その後、ザ・ボイス・オブ・ホラントの第5シーズンのコーチとして8月に帰国した。2015年1月15日、サンネハンスによって引き続きザ・ボイス・オブ・ホラントの第6シーズンのコーチとなった。彼女はザ・コモン・リネッツの国際的な活動に 多くの時間を費やしたいと思ったが、アンジェラ・グローツ以前の公認として、ザ・ボイス・キッズの第5シーズンの新しいコーチに就任した。2017年12月7日、ABC ・ CMT ミュージカルドラマシリーズ、ナッシュビルの最終シーズンに出演した。2018年には、ザ・ボイス・シニアのコーチも務めた。ザ・ボイス・オブ・ホラントの第5シリーズでコーチしたオランダの代表、 ダンカン・ローレンスの芸術コンサルタント及び指導者としてユーロビジアン・ソング・コンテスト2019のオランダ代表団に参加し、ローレンスはコンテストで優勝する快挙を成し得た。イルザ・デ・レーンジ2017。ありがとうございます。